っと待って。案外安定してる。何気にね。何気に。はい、行きましょう。いいですか。おう。おう。何気にね。はい。おう。もうタイトル入らない。行きましょうか。いいですか。いいよ。皆さんこんばんは。月曜夜8時のお楽しみ、ジミーと生かしたあいつ、イエッイエッ。このオレンジのがジミーさん。それでは一曲やりましょうか。桃ジミーでウェイクアップ。早く起きろよ、耳を澄ませよ、あいつが街にやってくる。嬉しいことも悲しいことも宇宙の地に位置してしまう。逃げられないよ風の速さで、あいつがここに現れる。ふたかたの夢、あの子の涙、闇夜の自由に消えていく。座りましょうか。なるべく僕が見えないようにしたいですけどね。あの、私も全然見えないんですけどね。いやー、というわけで、はい、ももさん、はい、アーティストということで、はい、あの、作品を並べたんですけども、はい、あの、なんかあのジミーを探せみたいな感じになってるんですけどね。はい、はいしか言ってないんですよ。あの、自己紹介的なやつをお願いします。もう帰りたいです。帰りたい。もうね、
もうほんと今回はね、出演交渉が大変で、なかなかですね、出てください、出てくれるって言ってくれ。もう20分くらい経ちましたか？いや、まだです。もう、あと20分あります。はい。案外結構時間をしてるんで、はい。で、なんで、今回出てくれるかと、言いますとですね、はい。この、ももさんの、いや、これじゃなくて、こっちの、この並んでいる、私らよりもはるかに目立っているですね、この人たちの、展覧会が、はい。中安桃展ということで、はい。何日から18日から、はい。4月の4日まで。はい、そうなんですよ。はい。18日からということで、で、月曜日休みなんですよね。正式には20日からなんですけど、はい。18日プレで一応やります。それで夜、オープニングパーティーというのがありまして、はい。その時に、私と、静岡県立美術館の、学芸員の方、川谷さんという方と、対談があります。で、あと、ついでにこの人が来て、この人が演奏します。桃地味のライブもございます。ええ、すごいですね、でも、川谷さんという方は、県立美術館の学芸員の方。定席があるんですね。なんか偉い人みたいですね。何じゃ対談、何じゃ、ここはまだいいですよ。ここはまだなんかフリーダムな感じなんだけど、県立美術館の定席学芸員の人と対談して何喋るんですか？今、早く帰りたいとか言ってんのに、今、この状況で。はい。どうするんですか？いや、もう、多分、真逆の生活をしてきた人だと思いますので。はい、私たちとはね。はい。ええ。偏差値もかなり違うと思いますので。ええ。はい。そうですね。はい。困ってます。困ってるんですか？ノープランじゃないですか、それ。はい。で、その後私たちのライブっていうですね。はい。非常に問題があるんですけど、その構成。はい。どうしましょう？まあ、なんとかなる。まあまあ、いつも通り私らはね、はい、やるだけなんですけども、先ほど冒頭の、ようにですね、ライブをやっております。まあ、ももさんはもちろんエレキギターをこのように、やってるんですけど、私はこれを使っておりますね。任天堂 DS です。私がまあ一人で、任天堂 DS を使ってライブをやっていたら、おもちゃでね。そうですね。そしたらそのおもちゃをやっている人に向かってですね、一緒にやらないかと言ってきたわけですよ。アーティストが。はい。はい。なんでそんなことになったんでしたっけ？いや、なんかおもちゃ弾いてる人と、はい。ギター弾けてんだか弾けてないんだか分かんない人が一緒にいると面白いかなと、はい、アーティスティックだと。いやー、私がね、私の今記憶をね、呼び起こしたらね、私がね、アイドルイベントに出始めたもんだから一緒に出たいなって言い出したんだと記憶してるんですけどね。はい。ええ、はい、否定しないんだまあそうなんですけどね、はい、ええ、2人でね、インディーズのアイドルのイベントに混ざるというですね、ええ、まあね、愉快のピエロさんみたいな感じで、はい、アイドルさんと会いたかったんです。はい。そしたらもうね、でも何も喋れませんでしたね。もう楽屋で地蔵でしたからね。ええ、すごかったですね。ええ、女の子ってすごいですね。平気で着替えるんですよね。もうなんかもうパーって感じですよね。パーってもう私はもうこうですよ。まっすぐ見てこう。そう視線動かせないですよね。ねえ。いやー、すごかったですね。はい、はい、またあるんですけどね、近々。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、28ですね。はい、そうです。また告知もしますけれども、いやー、しかし桃さん、これいつ頃からこれ作り始めたんですか？これもう彼もうでも20年ぐらい。20年ぐらい。はい。これ材質なんですか？紙です。中がプチプチとかが入ってます。ああ、いわゆるハリコとかハリボテとかに近い。はい、はい、そうです。色何で塗ってるんですか？これは普通の絵の具、アクリルの絵の具です。ああ、はい、アクリル絵の具で塗って、はい、はい、で、これが、なんか4月の18日、20日から、ドワーッと。はい。結構広いとこで。はい。この焼津
テレビのスタジオの大体4倍ぐらいかな、はい、面積的には。はい、新作を今一生懸命作ってるんですけど全然追いつきません。追いつかないですこれたくさん作らないとまずいですよね、これね。心身ともに今病んでます一応これ人がたくさん来てくれるように番組作ってるんですからね、これね、はい、ええ、はい、まあ、それでも出てくれただけ良かったですよ。はいはいはい、はい、しか言ってないですよさっきからもうね、もうね、先週といいね、今週といいね、なんかジミー7番勝負の第2番って感じですからね、本当にね。ええ、チラシ忘れたんですよね。そうなんですか、チラシは大丈夫です。今ワイプで出してくれてますから、こんな感じで。はい、すごいな、テレビって。そう、すごいですよ。だって中安もモテン、アイアムポップって書いてありますよ。ポップですよ、ポップ。自虐ですよ。ポップって要するに、水の泡とか、そういうやつですね。そういう感じですね、もうね。ホップでポップ。ホップ、ヒップでホップでポップな。はい。はい。ねえ、そんな感じで、やってますけど、なんかすごい、こう、で、なんか副題でピンクは血の色って言ってるわけですね。なんか、血がピンクだったら、可愛いじゃないですか。はい、あー、なるほど。なるほど。すごいですよね。なんか、ところ、色使いがもうそういう感じなんですね。まあ、好きなバンドの、はい、曲のタイトルから頂戴したんですけどね。はい。はい、ええ。そうですね。ピンクワチの色、はい、ピンクワチの色ですね。はい、はい。はい。ええ。いやー、それにしても、これ、こういう、なんかいわゆる作品の、はい、まあ、生き物っていうか、はい、のデザイン的なものはどういうとこから出てくるんですか？子供の頃から、はい。空想癖のひどい子供でして、はい。はい、今でも頭の中にこういうのがうろ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 してる。うわ、かっこいい、はい、うろうろしてるんですね。はい、でそれをなんかまあちょっと出してやったみたいな感じで。そうですね、はい、大体どんぐらいかかるんですかこれ、制作期間って。例えばこのでかい人でも結構集中力が全然ないんで、はい、すぐ途中でやめちゃうんですよ。はい、で、はい、なんかいっぺんにできないんです。一つずつできないんです。はい。あ、いくつもいくつも同時進行で進めてって、みんなでゴールしようって。だけどいつも誰もゴールできない感じ。何年も経っちゃう感じ。はい。はい。でも個展は迫ってるじゃないですか。はい。で、はい。実際今日打ち合わせで中屋敷にお邪魔したんですけど、いわゆる作り中のやつがすごいたくさんありましたね、あれね。はい。まだゴールが。ゴールが。見えないんです。見えない。みんな遠慮しちゃってゴールしてくれないんだ。そうです。なるほど。ちなみにこれ、まあ、いわゆるアーティスト活動じゃないですか。なんか、アーティスト的になんかこう、すごい、良かったこととかやってて、なんか、あるっすかね。ないですね。ないあなんかこう自分の中の仲良し、はい、はい、まあ、ひょんなきっかけで仲良しももという名前になってしまったんですが、はい、そのおかげでですね、みんな女性が作ってると思ってるらしくて、おギャラリーで僕がこうお店番してても、はい、今日作家さんはいらっしゃるんですかとかいつも聞かれて、ええ、で何だと思われてるんですかね。今日は来れませんっていつも答えてる本人なのに。いや、夢を壊しちゃいけないな。ああ、じゃあその人が女性を当てにしてきてる感じなんですか。わからないですけどね。はい、まあ、妻がいるんですけど、はい、妻と一緒にこういうイベントに出た時、はい、ほとんどの人が妻が作ってると思って作品の説明を聞いたりとか。お、誰も僕に声をかけてくれないですね。はあ、はい、かけづらい雰囲気は醸し出してません。いや、もう全然ウェルカムなんですけどね。自覚ないっすね自覚ないっすねウェルカムです。はい、いやー、なるほどね。いやー、だって、前、さっきも言ったじゃないですか、ももじみはライブ結構やってるんですけど、そしたら、ジミーさんばっかり目立っちゃってって、ボソボソいつも言うじゃないですか。終わってからみんなジミーさんに声かけるんですよ、ね。それは僕、ボーカルなんで、
でみんな僕の前通り過ぎるんですよね。さっきまでやってたのに。ええー、はい、はい、いや他のバンドでもそうだっつってたじゃないですか。そうですね、はい、はい、ねえ、俺より地味なやつが女の子と喋ってます。そうそう、アーティスト的には正しいかもしれない、それ。そのなんか力がこの人たちをこう呼び出すんじゃないですかね。なんかこのそのもやーんとした気持ちが。はい、ええ、はい、ええ、いやでもこれ作って、なんかそのいやこれにこいつらはすごい人気出ると思うんですよ、この人たちは。もう子供からはもう絶大な、はい、よくあの外のイベントに出るんですよ、はい、あの野外に置いたりとか、ええ、ああ子供大好きですねこういうのね。でまあ一応触っていいよって言ってるので、はいはい、で大丈夫ですか、まあ、破壊活動に走りませんか連中。いやもう飛び蹴りとか。一回なんか一緒にこれを一緒に抱えて、はい、滑り台を滑ろうとして、はい、こいつもボロボロになって、はい、男の子も血だらけになって凶悪怪獣っすね。もう母親がなんか、はい、大笑いしてました。, 笑うしかないっすね、それね。自分の息子のバカさくに。確かにね、そういうなんか子供心をなんか間違った方向に導く感じしますよね、興奮させる何かがありますね、これね。でも八重洲テレビ女性陣はもうみんな可愛い可愛い言ってたじゃないですか。はい、それなんか良かったんじゃないですか。なんかまあみんなこれは可愛いんですよね。これは可愛い。いいじゃないですか、これ自分の作品なんだから。こいつらにも嫉妬するんですか、やっぱり。いやいや、嫉妬はしないです。そう、嫉妬はしないけど、はい、でも俺にも話しかけてくれと。はい、はい、もうそろそろ終わりですか。あと10分ほどあります。珍しいですね。なんかものすごい連写してますけど、なんかカメラが。はい、ねえ、そう、それでもあれですよね、ラジオとかには出演して告知をされてたりとかしてたじゃないですか。ねえ、ラジオとやっぱこいつは全然違うんですか。え、いや、なんかもう、いや、はい、はっきり言ってね、はっきり言ってもう全く映ってませんというか、ももさん自身もモニター見てると、作品の一部みたいになってます。ジミーさん見えないじゃない。見えないです。うお。今写真撮ってますけど、もう本当にね、なんかね、もっと密着しよう。密着しますかね。ああ、いったな、これ。絵面的には最高なんですけどね。私もね、だいぶね、なんかね、横向かないでね。はい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 。カメラ見てないと意味ないですからね、これね。チューしちゃうからね。やばいっす、やばいっす、やばいっす。あ、そうなんですよ。八重洲テレビも、だいぶ私もなんかこう、目立つ格好してるんですけど、一番目立つ、なんかね、みんなね、着ぐるみとか、なんか盛んに、最近盛んにして、なんか、まあ、明らかになんか、私より目立とうとしてるんですけど、明らかにこの絵面の方が強いですからね。ええー。そう。さらに上を行く感じで、やってますが。はい。はい、これからどんな活動っていうか、どんなこうなんかこう、それこそ、ももさんの考えるこう到達点とか目標みたいなものってあります？いや、穏やかに行きたいな。穏やかに生きようとしてる人の作品じゃないよ。音楽も、まあさっきギターの演奏見たけど、穏やかな人のギターじゃないですからね。はい、いや、かなりポップにやってますけど。ポップにね、口よりは。私と組んでやってる時が一番ポップな活動で、分かりやすいとか言って、友達を呼びやすいとかいう話でしたからね。はい、普段は、これ、まあこれ普段の活動、庭っていう、前に望月浩輝さんっていうね、方がいらして、ゲストにいらしたんですけど。またテレビ泣かせな人です、ね。すごかったですよ。いわゆるノイズって言って、こうすごいこう不協和音的なものとか、そういうものを即興に近い形で出していく音楽ジャンルなんですけど、ノイズジャンルのミュージシャンの人はみんな全く喋らないですからね。ライブはもうね、耳栓がないと鼓膜痛めるぐらいの音出してんのに、
本人と話すと全く喋りませんからね。今日もですよ、今日も。ええ。何ですかね。コクさんはマスクしてましたからね。マスクしてましたからね。マスクしてテレビ出るのは、ちょっと初めて見ました、ね。まあ、ちょんまげでテレビ出る人もあんまりいませんけどね。はい。めっちゃ振ってますけどね。はい。そうなんですよ。で、そんな中で、で、まあ、ずっとだからこういうノイズ的なことをやってきて、昨年かな？昨年の半ばぐらいから、いわゆるまあ、組んで、ももじみっていう、まあ、結構歌物の、はい。はい。私の活動の中では一番アバンギャルドですよ。ももじみが。でも、ももさんに言わせると、ももさんの今までの活動の中で、アイアムポップですね。アイアムポップだったっていうね。そういう感じ。まあ、だから、ここ、なんか、左の、なんか、なんだろう。ユーラシア大陸とゴンドワナ大陸が、こう、衝突にヒマラヤ山脈がニョキってできたみたいな感じになってますけどね。ねえ。そう。ニョキッとね。ニョキッとね。はい。怒るんですよ。ライブの時に、今日はちゃんと、頭当たってないじゃないっつってダメ出し出ますからね。ええ。はい。ジミさん、モヒカンじゃないと顔がね、なんか、緩むんだよ。緩むって緩むってシャープさがなくなるんです。はあ、ここがシャープですからね。確かにね。ここが一番シャープなんでしょうけど。ええ。まあ、それはもう、まあ、どうしようもないんですけどね。ええ。ももさんはでも、ちょんまげになったの結構最近じゃないですか。そうですね。ねえ。ちょっと、ええ、いろいろこう。心境の変化？いや、散らかってきたんで。散らかってきたんで、はい、あれでしょ、実家に帰ってお母さんに怒られたんでしょ。これで正月行ったら怒られます。それは怒られますわ。私もこれで行くと怒られますもん。ええ。ねえ。そうなんですよ。だから、こう、普段はやってないわけですよ、私はね。ももさん普段もやってるじゃないですか。はい。普段も。なんか、やるとやっぱこう、心境の変化とかあります？別にない。別にないけど、はい、散らかったのはとりあえずまとめる感じで。はい。なるほど。ねえ。そんなわけで。いや、よかったですね。あと5分ですよ。やった。でも最近でも結構なんかノイズから離れたポップな活動もされてるじゃないですか。これは静岡の亀山純喜という、はい、シンガーソングライターが、自分のソロアルバムを出す前に、自分のトリビュートアルバムを出しつつ。めちゃくちゃですね、それね。まず自分の音源があって、でトリビュート出すなら分かるんだけど、この亀山純喜ととこは自分の CD を作ってませんからね。だけど他のなんか友達に自分の曲を歌わせて、これ12組かな？そうだっけ、静岡では結構ないいミュージシャンなんですよ。にカバーをさせて自分は歌ってないっていうね。ひどい作品ですよ、これ。でもね、中身は最高なんですけど、その最高の中身の5曲目に、ももさんが、これ、中安吉武って書いてあるじゃないですか。本名じゃないですか。本名ですよ。ねえ、参加されてるという。はい。ねえ、すごいですよ。ちゃんと歌も歌ってらっしゃるというですね。弾き語りノイズです。ねえ、何分、結構長かったですね、曲。なんか6分以上やってました。原曲5分もないじゃないですか。またノイズに片足突っ込んですよね、ギターがね。はいはい、という非常に聞きどころの多い。ね。まあ、亀山純喜っていう、まあ、ヤジテレビの僕の番組にもゲストに出てきてくれましたけども、彼の、まあ、いわゆるソングライター、作曲家や作詞家としての優れたところもありますけども、同時に静岡のミュージシャンのカタログっていうかね、優れたミュージシャンのカタログみたいにもなっていて非常に良いです。ただ、このアルバムには一つ言いたいことがある！ジミーは参加していません！あれ？ということなんですよ。いろいろそこら辺のところでね、彼はなんか物議を醸してるという、俺はなぜ呼ばれないんだみたいなことをいろんなところに呼ばれて、針のむしろらしいですので、ぜひそういうことも含めて、第2弾がありますか。ありますかね。ねえ、ないとね、なくて私、ね、困るし、第2弾あって私が呼ばれないって非常に私悲しいので、よろしくお願いします。ソロアルバム出してないのに第2弾も出せ。ねえ。それは自分のあれやつを出せって感じですけどね。昔ね、あれですよ、なんか可愛い女の子とね、デュエットでね、1曲だけ出したことあるんですよ、あいつ。困ったもんだな。ということで、何ですか、このリアクションは。はい。
それでは、桃島はというわけで、桃島の、18日のオープニングパーティーとともに、あ、そうだ、場所を言わなきゃいけない。場所はですね、静岡市の、県屋町っていうよりも、呉服町の通りを、ずっとまっすぐ行って、もう、しずぎんも突っ切って、ずっとまっすぐ行くと、ボタニカという、ね。日本銀行静岡店の裏の道ですね。はい、そうですね。その道に、ボタニカという、こう古着屋さんとか、あとカフェとか、そういうスペース、ところがある、ね、わけなんですけど。松谷翔子さんの名前間違ってる。あ、そうですか。はい。片井さん間違えた。あ、ごめんなさい。はい。で、ボタニカ3階にアートスペースというと、スペースがありまして、そこで、行われております。で、18日の、7時から、ね、19時ですね、午後7時からオープニングパーティー、というのがございます。そこで、中安桃さんと片井さんの、トークと、はい、そして、私たち桃島のライブが、ございますので、ぜひ、いらしていただければ。ということですね。はい。お茶とお菓子付き1000円でしたっけ？いや、豪華な。豪華な食事！お料理が。豪華な料理付き！はい。素晴らしい。ということで、お待ちしておりますので。はい。はい、さらに、桃島の、ライブ。はい。3月28日。こちらは、七民学園静岡アイドルイベントですよ。七瀬美奈ちゃんという非常にね、一生懸命全国回って頑張ってる、アイドルの方、に、のイベントに混ぜてもらいます。静岡の、アイドルの人がたくさん出てきます。これは。なんでおっさん二人出るんですか、ね、はい、おっさん、いや、なんか、愉快なピエロでしょう、もう、もちろん。はい。ねえ、そうです。これは、静岡のライバーサナッシュで行われます。はい。というわけで、終わりですか。終わりでございます。もうやっと時間になりましたよ。よかったですね。はい。長い。長い。もうすぐ終わるって言ったけど、全然そんな感じじゃなくなってる。ただ、CM バナースポンサー様の紹介がしたいと思います。よろしくお願いします。ペットの総合施設、DC キャッスル様、イェーイ、スカちゃんの癒しタイム様、動けねえ、大人が輝く、背中を見せる。梅チャンネルの松原美里様、イエーイ、はい、静岡県内が緑でいっぱい、増田グリーン様、イエーイ、はい、愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター平様、イエーイ、ウルトラ車検1万3000円検索してください、身につけるだけで体感アップテラスパー様、イエーイ、島田のカルチャールーム、ラミニョン様、イエーイ、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、イエーイ、ドラゴンと共に希望を届けますエルピス様、イエーイ、こすらないぞセミナー開催決定、これは何ですか、そこね、困るよね、わかんない、ダッツイエーイ、エコスマイルし、なるほど、分かりにくいぞというわけで、ジミーと生かしたやつ、今日のゲストはアーティストの中安桃さんでした、イエーイ、この後は最後の撮影会、もうちょっとそのまま、ありがとうございました。